こちらは狐火の間ですね。不詳、私が管理を任されている客室で、木々に囲まれた鮮やかな眺望と落ち着いた調度品、そしてそれらを照らす美しい狐火が自慢です。さらに中庭から続くもみじ小道を抜けた先には露天風呂が用意されています。この部屋だけで温泉郷の美味しいところすべてを堪能できるパーフェクトな作りとなっているのですよ。それでは、ただいまより最初のおもてなしとして耳かきをさせていただきたいと思います。では、こちらへどうぞ。もちろん、私の膝の上にですよ。耳かきをするにあたっては、ここが最も適した場所でしょう。遠慮はいりません。いいなずけの膝は、旦那様のためにあるのですから。それに、私の膝の上ときたら、もう雲の上にいるかのような心地で、現世で売られている最高級低反発枕よりも快適であると評判なのです。というわけで、さあさあ、ドーンと突撃しちゃってください。どうですか、私の太ももは至高の寝心地でしょう。一度これを味わってしまったら、二度と他の太ももでは満足ができなくなると自負しています。え、気持ちいい？そうでしょう、そうでしょう。さすがは私の旦那様となるべきお方です。ものの道理というものを分かっているようですね。それでこそ、いいなずけとしておもてなしのしがいがあるというものです。それでは始めていきましょう。まずはこちらの梵天を使います。綿毛のようにふさふさとしている部分ですね。こちらでお耳の入り口からきれいにしていってっと。さすがは旦那様、いい形のお耳をしておりますね。これだけいい形だと、ついつい甘噛みをしたくなってしまうというもので。冗談ですよ。ところでご存知ですか？梵天の名前の由来は、修験者が着ていた服についていた飾りから来ているそうですよ。そんなことを知っていて偉い？ええ、それは何と言っても、私は知恵と学業の神ですから。ですが、そう思ってくださるのなら、頭の一つも撫でてくださって良いのですよ。ほら、どうぞどうぞ。別にあなたの撫でる手が心地よかったので、思わず恍惚としてしまったわけではありませんよ。ええ、ただ
初めてのなでなでの余韻に浸っていただけですとも。そんなことよりも続きを。さあ、リラックスしてください。私の太ももに文字通り埋もれるように力を抜いて。眠くなったのなら、そのままうたた寝をされても結構ですよ。太ももの上で寝かしつけるのも、また許嫁の役目ですから。よし、それでは最後に。さて、これで梵天は終了です。続いて本番の耳かきですが、こちらは少し特別な一品を使おうかと思います。じゃん、こちらです。言うならば御霊スペシャルというやつでしょうか。なんと先端が螺旋状になっているのです。こちらを使ってあなたのお耳を快楽の極みへと誘って差し上げましょう。まずは入り口あたりをこちょこちょっと。痛くはないですか？宝物を扱うように優しくやっているので、大丈夫だとは思うのですが。大丈夫ならよかった。ええ、この日のために特訓をしたので、すべてドーンと任せてください。
いかがですか？御霊スペシャル、絶品でしょう。この螺旋状の先端構造によって、全方位を一度に気持ちよくできるという、最新式の耳かきなのです。あなたに喜んでもらうために、ツテを頼って、現世から取り寄せてもらいました。さ、続きを。もっともっとリラックスしてくださいね。ここで、この先っぽをくるくると回して、最新式、いい手応えですね。どうしてそのような最新式の耳かきを知っているのか、ですか？そこはあれです。私は知恵の神なので、現世の事情にも詳しいと言いますか、常に流行に対してアンテナならぬ狐の耳を立てているのですよ。耳かきのやり方も動画を見て勉強したので、抜かりはありません。さ、ではそこで得た知識を生かして、奥の方もやっていきましょうか。確か動画ではここでひねるようにして、相手に対する愛情の分だけ心を込めて先っぽを回せばよいと聞きました。と、困りましたね。それでは何回回しても足りないではないですか。ですが、こうやって本当にあなたのお世話をすることができる日が来るなんて夢にも思っていませんでした。
触り、体温、匂い。やはり本物は違いますね。私としたことが、思わず頬が緩んでしまっているかもしれません。綺麗になりましたね。おろしたてのまっさらなシーツも描くやというくらいにピッカピカです。さて、これで右耳は終わりですね。どうですか？気持ちよくなっていただけたのなら、いいなずけとしてこの上なく行幸です。続いては左耳に移りたいと思います。